はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、大怪獣ラッシュ、ラッシュハンターズ、メフィラス星人ジェントです。はい、大怪獣ラッシュをプレイしてる人にはおなじみのジェントが装備化されましたね。ラッシュハンターズのリーダーで、ゲーム内では特定ミッションも依頼してきますね。主役3人のこのチームを組んだのもジェントです。しかも第5弾では宇宙最強の七星系の一人ということが判明しましたね。では早速レビューします。このシリーズはタグの中にハンターカードが入ってますから確認しましょう。よっ、おー、ジェント、ついにカード化ですね。はい、出すとこんな感じになってます。ナンバーが P047 ですからオリジナルカードですね。スペックはまあまあですね。ただ絵柄がかっこいい。後ろはこうです。では見ていきましょう。全体はこんな感じ。ラッシュハンターズらしく、メフィラス星人をベースに近代的なデザインになってますね。ボディはブラックの成型色で、グレーやグリーンで塗られてますね。顔はまあまあ似てますね。上半身だけ見ると、ゲームに登場するジェントそのままです。全体的に艶消しですから、もうちょっと光沢感が欲しかったですね。ただ後ろの造形もいい感じです。で、可動は両腕と腰。腕を上げるとかなり大きいですね。ただ全長サイズは、いつもの14センチサイズですから、通常の500シリーズのソフビとスケールは一緒です。最近はベリアルもゲームに結構乱入してきますね。では足裏のライブサインをリードします。やっぱりいつも通り個別音声なしですね。一応ダークスパークでもリードしましょう。同じですね。はい、ということでメフィラス星人ジェントを紹介しました。ラッシュハンターズはこの宇宙人系がかなりかっこよくリファインされてますから、僕はすごい好きなんですけど、本当にたまにしか発売されませんので、もうちょっと立体商品が充実してほしいですね。以上、大怪獣ラッシュ、ギャラクシーハンターズ、メフィラス星人ジェントの紹介でした。